どうも皆さんこんにちは、じゅんです。今回ですね、エナドリ入門講座ということで、今後の人生においてですね、そろそろエナジードリンクを注入しようかなと考えている方も多いと思います。ということでですね、自称エナジードリンク中毒者である私が今回ですね、適切に決まるためにということで、簡単にですね、エナジードリンクをこれから飲み始めるという方のためにですね、私が一歩手を引く手伝いをさせていただこうと思います。ということで、よろしくお願いします。まずですね、エナドリとはっちゅうことで、そもそもエナドリとはエナジードリンクの略っちゃね、それはちょっと基本中の基本のゴミレベルなんで、スライドには載せておりません。で、一般的に皆さん多分誰でも知ってるチョコバって、栄養ドリンクっちゅうものがあるでしょうが、リポビタン D みたいな、こういうやつですね。このまた栄養ドリンクとはまたね、別っちゃね。じゃあエナドリとは何なのかっちゅうとですね、目をバキバキにすることに特化した清涼飲料水ということで、栄養ドリンクみたいな医薬品とか医薬部外品とまた別のただの清涼飲料水扱いで販売されております。そしてここでですね、この目をバキバキにすることとあるんですけども、これを決めるというふうに言い換えることもできます。なかなかですね、難しいと思うんですが、ちょっとすみませんね、俺もちょっと今日もまた飲みたくなってきたんで、ちょっと開けようと思うんですが、ちょっとすいませんね、飲ませてください。すいません、いただきます。まさにこんな感じですね。この目がクーッとなってですね、もうすべてが花畑のように見えて、俺は今日は何でもできると思うことができるようになる状態。それを決めると私の中では定義しております。そしてこのエナドリなんですが、注入のタイミングというものがあります。よくある例をこれちょっとご紹介するんですが、まずはこのテスト期間ですね。特に大学生とかもう徹夜でテスト勉強する方が多いんじゃないかなと思います。そういう時に眠気覚ましに持ってこいということになります。で、次が長距離運転の方ですね。トラックの運転手の方とか、昼間でも夜でも眠気覚ましに結構飲んどる人が多いんじゃないかなと思います。で、次がこのオールですね。徹夜ということでテスト期間とかぶったりもするんですが、徹夜でゲームしたり、カラオケオールしたりみたいな方も、エナジードリンクを注入してでも徹夜をしたいと思う方も多いんじゃないかなと思います。ここまではですね、一般的な枠組みじゃけど、こっから先の領域は、なるだけ来ないことをお勧めします。すなわち普段の生活、もう日常的に注入しなければならないという、もう中毒の領域ですよね。ここに来るとちょっと正直厄介なことになるんで、できればこの点線の上まででとどめとってもらうといいかなと思います。もう日常的に注入する、普段の生活の一部ということで、もうエナドリというのはこの世の全てと言っても過言ではないということです。ところがですね、やはり皆さんが最初にぶち当たる壁が無数の選択肢があってですね、エナドリは種類がもりんごつ多いとですよ。だけどどれば選んだらいいっちゃかちょっと迷うと思うんですよね。とかネットにはいろいろエナドリを買うやつはバカだとか体に悪いとか、むしろマイナスな情報の方が多いんじゃないかなと思って、一旦シカトしてください。ちゃんと適切に飲めばですね、そんな体に毒にならないというふうに思いますんで、ということで今回ですね、一番基本中の基本、1たす1は2ぐらいのレベルの、こういうエナジードリンクをまず飲んでみたらどうかっていうことでですね、紹介していこうと思います。さあ、まずはですね、リアルゴールドですね。これもどこにでもあると思うんですよね。一番皆さん知っとるんじゃないかなと思います。で、これは入門に最適ということでですね。なんでかっちゅうとですね、ノンカフェインじゃんね。そう、カフェインが入っとらんじゃんね。とかビタミン B2 とか豊富でですね、カフェインが怖いけど、ちょっとビタミン取りてえなとか、エナジードリンク飲んでみたいけん、とりあえずこれにしよっかなみたいな、そういう選び方ができるかなと思います。味はですね、ちょっと蜂蜜ベースのちょっと甘めな感じな、俺はイメージですね。そして次ですね、モンスターですね。これもザ・エナジードリンクっていう感じですが、これは、徹夜御用達ということで、基本的に徹夜する薬学生とかはもうモンスター持ってますね。もうテスト期間中常にモンスターを持ってる。モンスターをずっと持ち続けてですね、体の一部になっている方も多いです。で、これの特徴ですが、カフェインが結構多いっちゃね。なのでやっぱり
徹夜で勉強したいとか徹夜でゲームしたいとかいう人にとっては結構人気かなと思います。ただちょっと甘みが強いなという印象を受けたとですよ。で結構好みはちょっと分かれるかなと思います。まあ、自分はちょっと苦手だったかなと思います。でこのモンスターもですね、実はいろいろ味がありまして、むっちゃ選択肢があるとですよ。なのでちょっと今回はまあ俺的なおすすめの味をですねご紹介したいと思います。まずはですね、まあこの3つですが、まあ、これはまずさっきのですね、迷ったらこれ、もう迷ったらこれ、一旦これ飲んでみようって感じですね。迷ったらで次のこのピンクのやつがなんかねトロピカルフルーツみたいなフルーティーな感じで、全然エナジードリンク感は、まあ、これに比べたらないかなと思うんですが、結構女性に人気じゃんね。基本的にテスト期間中の女性の机に置いてあったりします。でこの3つ目の白いやつですね、これ飲みやすいっちゃね、こうスーッとサーッサーみたいなですね感じがするじゃんね。これまあ個人的に俺はこの白が一番好きかなっていう感じですね、モンスターの中では。これがちょっといまいちやなと思ったらこの白試してみて、ちょっとフルーティーなやつも挑戦してみるみたいな感じがいいっちゃないかなと思います。いやまだまだあるけんね、まあ、今回入門講座やけんね、まあ、簡単なちょっと代表的なやつば紹介させていただきました。で次ですね、お待たせいたしました、レッドブルですね。まあ、こちら、まあ、神ということでですね、まあ、特徴といたしましては翼が生えるっちゃね、まあ、翼が生えるっていうことは空を飛ぶことができるやんね。そうっちゃね、もう何でもできるような気がするっちゃね。よし勉強頑張るぞ、よし料理するぞ、よし実験するぞ、よし告るぞみたいですね、何でもできるような気がしてきます。ということでですね、一つちょっと決まりすぎに注意ですね。一度このレッドブルで決めてしまうと人によってはですねもう止めることができない可能性があります。でこちらのレッドブルもですね、ちょっと味が何個かあってですね、なんか赤いやつとかいろいろあるっちゃけど、まあ、今回も代表的なやつですねを紹介させていただきます。まあこの2つやね、これさっき紹介したね、迷ったらこれにした方がいいか。でもこいつの特徴としてはね、まあ、飲むと、まあ、ちょっとビールをね飲んでる感覚になるっちゃね、っていう感じですね。これにもし共感できるという人は危ないです。おそらくもう沼に突っ込んでいる可能性が高いということですね。ただまあ味はですねモンスターよりもちょっと甘めは控えめかなっていう俺は印象ですね。ちょっと特徴的な味がするけんね、初めて飲む人はちょっとびっくりするかもしれないんで、まあ、もしね一口飲んでちょっとまずっちなったら残りはご覧ください。でこちらですね、水色のレッドブルで、これもでコンビニとか絶対売ってあるっちゃけど、これが、まあ、無糖の翼を授かることができるっちゃね、そうシュガーフリーやけん糖控えたいなとか、特に夜飲みたいなとかいう人には結構まあおすすめな感じですね。ただ俺的には若干なんかやっぱね物足りんちゅう気がしましたね。糖がないけん当たらばってなんとなく甘さが足りんなちゅう気がして、俺はやっぱりこのこっちのノーマルなやつが一番好きやなってなりましたね。まあレッドブルはこんな感じですね。まだまだいっぱいあるばってんで、ね、入門講座なんでちょっとこれぐらいにしとこうかなと思います。さあここまでいかがでしたでしょうかね。まあ、代表的なエナドリをね紹介しました。まだまだドデカミンとかいろいろあるっちゃけど、まあまたいつか紹介させていただければなと思います。まあここまで皆さんねもう釘付けになってですね真剣に聞いてらっしゃると思うんですけども、そこで多分疑問が浮かんだんじゃないかなと思うんですよ。それがですね、じゃあ結局エナドリどう選べばいいんだっちゅう感じですよね。ということでちょっと軽くですね説明しようかなと思います。まずはやっぱですね試しに飲んでみる、これにつきますね。まずは飲んでみましょう。百聞は一見にしかずですね。でこれでですねちょっと分かれ道ができますね。ちょっとこれであまり気分が優れないなと、まずいなとか、それにとどまるちょっと気分が悪いなみたいな思った方はですね、まあ他の味に行っていただく、他の味を探してみるか、もうエナジードリンク自体が受け付けねえなと思った方はやはりコーヒーとかノンカフェインコーヒーとかで我慢していただくということになりますね。諦めましょう。そしてこちらの選択肢とは違うまた別の道がありまして、もしも恐ろしいことに決まる感覚を覚えてしまった方、もう安心してより決まるものを探してください。よりこのエナドリやったら決まれるなみたいなのがね必ず見つかると思うんで、そして自分の中の最高のエナドリに出会えたら沼へようこそという感じですね。ご臨終です。これが簡単なエナドリを選ぶ流れというふうになりますね。さあということですね、この最高に楽しい講義ももう終わりの時間となります。まあ、ここが一番大事かもしれませんね。まあ、安全に決めようということでちょっといくつかですね注意事項を話させてください。
まず無理な注入はダメということで、もう無理な注入中と体質的にカフェインがダメとか、自分の置かれている体の状況とか、カフェインを飲むなと言われている方はもう絶対に無理にね注入しようとしたらダメです。いや気持ちはですねめちゃくちゃわかりますよ。あー飲んで決まりてーみたいなですねわかりますよ。でもそこはですねぐっとこらえてですねカフェインを取り入れることができるようになるまで我慢しましょう。次はですね飲みすぎに注意ですね。これ当たり前ばってんね、まあ、せめてエナドリは1日1本にしときましょう。実はこれ俺2本目っちゃけど、まあ、絶対にマネせんでくださいね、まあ、1日にエナドリを20本のアホが亡くなったみたいなニュースがありますが、それぐらい飲まんとねそう簡単には死なないんで、そこまで心配しすぎんでもいいっちゃけど、やっぱねでもそうやな、コーヒーは 2,3 杯飲んだ後にまたなんかテンション上げてえなと思って、このレッドブルのより大きい 355ml かなんかば飲んだら、ちょっとさすがに気持ち悪くなったりしたけんね。ちゅうことでエナドリの注入はね、まあ適度にちゅうことでよろしくお願いします。そして最後はですね、俺個人的な見解っちゃけど、なんか空腹時に、ね、注入するのはねあんまりなんか良くない気がしますね、まあ、俺レベルになるとね平気っちゃけど、多分最初らへんはね空腹時に飲むとねなんかこうお腹というか胸というかちょっと心臓バクバクするなみたいな、多分気のせいかもしれませんね。これは俺個人的な話だけあんまりね当てにせんないばって、上一つはね必ずね守ってくださいね。守らんかったらレッドブル10缶送ってもらいますよ。さあちゅうことですね、ご清聴ありがとうございました。飲法飲料守り快適なエナドリ、あ、飲法飲料守り快適なエナドリライフをちゅうことで、ぜひ皆さんもですね一度決めてみてはいかがでしょうか。よし、それじゃあありがとうございました。